それではね、ちょっとケトルハウス出撃したいと思います。レッツゴー。こんにちは。今日はですね、久々の、ケトルハウスでございます。もうね、これ何年ぶりかな。まあ数年、もう全然数年で全然稼働していませんでした。久々の出撃となります。というのもですね、今年はなんとかね、北雲の方へ、移動をかけたいと思いまして、それでですね、まあ突然ね、動かしてもいろいろ問題とかね、あってもいけないんで、まあ今日はとりあえずちょっと一泊でのね、お試し移動になります。ということで、近場のね、今治の方へね向かってます。ちょっと海岸線のキャンプ場へね、でキャンプでもしようかなと、そんな感じで、まあとにかく久々なんでね、乗り心地とかね、もう運転の思いとかいろいろやっぱりちょっと重いんでね、結構ゆらゆらが怖いなって感じでございますよ。まあ数日前にね、こちら四国の方も梅雨明けいたしまして、それまでね、まあ出かけるちょっと準備してたんですけどね、なかなかいろいろありまして、タイミングが合わずに、本日の出撃になります。先月ちょっと嫁さんの方の母がね、亡くなりまして、来月ちょっと松屋があったりとかね、いろいろ、まあ、お盆とかもありますんで、まあ、それまではね、ちょっと、遠くの方ね、出かけられないんで、まあ、近場でちょっとお試しの方をね、したいと思っております。まあ、もろもろ手直しとか、チェックしたりとね、もう一旦、遠くの方へ出てから、トラブってもね、いかんので、まあ、早めに点検という、それと、まあ、コロナの状況を見ながらね、ちょっとそのあたり判断して、出かけたいと思います。まあ今日もいい天気でね、本当にもう一つないというか、すっかり暑いですよ。車に乗ってる分にはね、私これ窓全開ですけど、まあ、そんなエアコンかけるほど、のこともないんで、エアコンはかけてません。まあこれで十分耐えてます。今日はちょっとその前にね、まあ、道か山っていう、ちょっと山の方、展望台があるんでね、そっちの方から福島大橋の方をね、景色ちょっと見に行ってみたいと思います。まあ、ぼちぼち行きましょう。富山公園展望台の駐車場に来てます。ちょっと近見山の方はね、通行止めで行けませんでした。急遽こちらのね、富山公園の方、ちょっと走るなんでね、お昼飯、冷やし中華の方をね、買ってきてますんで、中華いただきましょう。
窓が小さいから風の入りが少ない。やっぱり窓大きい方が余計風入る。おお、いい風入ってる。ちょっとね、展望台の方行ってみたいと思います。あれ、結構あるんかな。結構あるみたいだな。来島海峡橋、ちょっと上行ってみましょう。まああれ歩いただけでしんどいわ。おお、すごい絶景です。株が走んでる。来島海峡、しまなみ海道でございます。